県庁を表敬訪問したのはデフバスケットボール男子日本代表の鈴木聡太選手をはじめ選手やマネージャー合わせて4人です鈴木選手らは聴覚障害者による国際スポーツ大会デフリンピックが来年11月に東京で開催されるのを前に全国各地で強化合宿や普及活動を行っていて今月24日からは 千葉市内で練習試合や地元の小学生との交流を控えています表敬を受けた熊谷知事は皆さんの取り組みを多くの県民に知ってもらえるよう全力で応援していきますと激励しましたこれに対し鈴木選手は目標はメダル獲得とした上でデフバスケは知名度が低いので デフリンピック東京開催を機に知ってほしいと意気込みを語りました。